二話の鳩は、1886年にパリオペラ座で、初演された全三幕のバレエ作品。アンドレ・メサジェ作曲、ルイ・メラント振付による。17世紀のフランスの詩人ラ・フォンテーヌのグ話に、基づき、主人公を婚約中の若い男女として、男の家での危機を乗り越え、二人が再び、結ばれるまでを描く。 1870年代以降のオペラ座はジェイ・マジュリエ、アルテュール・サン・レオンラ振付への相次ぐ死去と、バレリーナのマリー・タリオーニの引退を受けて、バレエの地位低下が顕著だったが、この作品は、同時代に作られたものとしては、コッペリアに次ぐ人気を集め、1949年までに、計196回もの上演を重ねた。本記事では1961年に作られた。 アシュトン版についても講述する。作曲家として駆け出しだったメサジェは、師匠さんサ,ン,サーンスの推薦で、オペラ座に紹介され、初めて本格的な舞台音楽を手掛けることになった。オペラ座創始配人のボーコルベイユは自らら、フォンテーヌのグ話ワを題材に選び、コメディフランセーズの元役者で、台本作家のアンリ・レニエに台本家を指示した。しかし1884年に、 ボーコルベイユは亡くなり、同年末にはレニエもオペラ座を辞職してしまう。このためメラントによる振り付けが始まったのはさらに一年余りが経ってからとなった。くしくもこの作品はオペラ座でリハーサルにピアノ伴奏を用いた最初の作品となった。ヒロイン役のグルリはカタロニア出身のエトワール、ロシタマウリ。その恋人役ペピオには 当時の慣例として、断層の専門役だった第一部幼主のマリー、サンラビルが当てられた。メラントはそれまで、シルビアなどで主役を演じていたが、58歳の、この時は、早くのジプシーの一人として出演するに止まった。初演は1886年10月18日の夜、ドニゼッティの歌劇、ラファボリートとの二本立てで、大喜利に行われた。 たまたまこの晩は、ひどい暴風雨で、監修は途中で帰ることも、ままならず、結果的に大いの中で始まった。ぐるり役のまうりは、大一幕で金髪のかつらをかぶっていたため本人と、気づかれず、当初は、沈黙をもって迎えられたが、大二幕で、持ち前の豊かな黒髪を披露した。そしてピッチカートに合わせたソロを踊ると大歓声を受け、 リクエストに応えて再び同じソロを踊ったという。なお、詩人のマラルメは2話の鳩を鑑賞し、その印象を自身のバレエ論、バレエスの中に記している。またメラントは翌1887年の7月に亡くなり、これが自身最後の振付作品となった。ポスター第3幕、帰還の場面。中央向かって左から、アールマウリ。 m サンラビル、B モントブリ18世紀のギリシャは、英ゲ界に近い田舎の家。窓の外には、旧車があり、たくさんの鳩が屋根の上に止まっている。大広間では、ミカリアの指示で、召使いたちが立ち働いている。そこへ、悲しそうな顔をした娘の、ぐるりが入ってくる。ぐるりは近頃、言い,い名付け、ペピオが、憂鬱気味で、 うまんげの様子であることを気にかけている。母ミカリアに促されて、ぐるりは彼の説得を試みる。ここで二人は、ハトのように付き合い、一旦別れてから仲直りする仕草をする。しかし、ペピオの気分は依然として晴れない。この時、偶然ジプシーの一団が楽器を鳴らしながら通りかかる。ミカリアは彼らを家の中に生じ入れて、ダンスを披露させる。 ぐるりも彼らに混じって踊る。ペピオはジプシーの踊りに興味を示すがぐるりには無関心のまま。やがてペピオは流れ物たちに堂々することを決意し、ぐるりとミカリアに別れを告げて家を出る。別の村でジプシーたちが祝祭の準備をしている。ペピオも一緒になり、少女の一人と楽しそうに話をしている。そこへ頭に被り物をした。 別の女が到着し、ジプシーの蝶、ザリフィに頼み事をして、若い女の衣装を借り受ける。これは、ペピオの後を追ってきたグルリだった。いよいよ祝祭が始まり、様々なダンスが踊られる、ティベルティスマン。中でも皆の目を引いたのは、グルリの鮮やかな踊りだった。ペピオは、それが彼女とは気づかずに夢中になる。その直後、 ペピオはジプシーたちの言いなりに賭けトランプを始めさせられ、ありがねすべてを巻き上げられてしまう。やがて雷鳴と共に豪雨となり、ペピオは一文なしの状態で放逐される。ぐるりの家。ミカリアは気落ちしており、ぐるりの友人たちに慰められている。そこへ、ぐるりが帰宅し、母子は抱擁して、再会を喜ぶ。彼女は、間もなく、ペピオも戻ってくることを告げる。 そしてペピオが現れる。許しを請う。彼は、ミカリアに背中を押されて、ぐるりの胸の中に迎え入れられる。ジプシーの少女に憤したアイダボニ。1906年のロンドン公演ではぐるり役を踊った。コッペリアやシルビアと異なり、本作品はロシアに移植されることはなく、もっぱらオペラ座で上演され続けた。 1894年の再演時に構成が全二幕に改められた上、物語の設定がハンガリーに変更された。これにより二人の帰宅、和解シーンは大二幕の最後に続けて行われるようになった。また1919 19年にはアルベール・アブリーヌによって再改定がなされ、全一幕となった。歴代のグルリ役は、アール・マウリから、シー・ザンベリ。 エル・バルソン・バルへと受け継がれた。ペピオ役を男装のバレリーナが演じる観光は長らく続き、これが男性にとって変わられるのはようやく1942年に待ってからであった。アブリーヌ・版ンは1949年でオペラ座での上演を一旦終えたが、1980年にオペラ座、バレエ学校の演目として復活し、今日でも上演されている。 なお、イギリスでは1906年に作曲家のメサジェがコベントガーデン劇場の音楽監督に就任後、同劇場においてメサジェ自身の手になる短縮版がフランソワ・アンブロシニの振付指導により上演されたが単発的なものに終わった。1961年にエコクロイヤルバレエ団のフレデリック・アシュトンが全二幕のバレエ。 庭話の鳩として新たに振り付け、演出を行い、同年2月14日に、同ツーリングカンパニーが上演した。1906年当時の楽譜が、ロイヤルオペラハウスで見つかったことで制作に、弾みがついたという。前年に作られた、アシュトンの、リーズの結婚と、同じく、音楽監督の J ランチベリーが編曲を施しており、特に大二幕のフィナーレは、メサジェのオペレッタ。 ベロニックから抜粋した一曲が挿入された上、オーケストレーションの変更が行われている。物語はフランスのパリに設定しており、大一幕の二人の住まいはパリの街を見下ろす構想の部屋。主人公の男女の名前はなく、単に少女、青年となっている。また、調教した歯と庭を実際に舞台上で使用する。物語のテーマに合わせて、 初演は1961年のバレンタインデーに行われ、少女役をエルシーモア、少年役をシー・ゲーブルが演じた。当初は、話の辻妻が合わないなどの国評もあったものの、今日までバーミンガムロイヤルバレエ団の演目に残っており、繰り返し上演されている。アシュトン版の日本初演は1992年に小林のり子バレエシアターが行った。グーは、 マキキ Q のに、原点は、以下で読める。レッド・ピジョンズ、ヘンリー・レニー、小説家のエイチ・ドレニエとは、同性別人。1886年12月に発表され、後評論集、ディバガシオンに収められた。マラルメの原点は、以下で読める。ディベゲーションズ、バレース・アブリーヌ版の日本初演は1981年7月8日。シーベッシー率いるオペラザ。 バレエ学校の来日公演として東京シティフィルの演奏により NHK ホールで行われた。ありがとうございます。